東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。そうですね、やっぱり二人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。クリーンナップが登場します。バッター丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは原樹里、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球ボール、ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。さてバッターの丸、どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングでどの方向へも強い打球が打てるんですよ。なるほど、そうですか。打った、伸びていく、どうだ、入れません。入った、入った、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ、白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ジャイアンツが先制しました。2対0になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。そしてベンチではチームメートがこのポーズ、盛り上がっています。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。改めてお聞きしますが、バッターボックスの丸、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。インサイド落ちました。強い打球、切れました。ファールボール、豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる、バッターは3番丸、今日はホームランを放っています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。フォアボールのランナーが出ています。さあ2球目は何か。この低いボールは外れます。打った、さあどうだ、この打球はどうだ、切れるか、ライト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。打順は3番丸、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢で行ってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。はい、初球ストライク、はい、これはまた真ん中へ、狙いが定まっていないようです。低め外れています。
この当たりはどうか、ライト線を深々と破るヒットになりました。二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、10対1。打席には3番バッター丸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないようもう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお